ミネーロンの惨劇、またはミネーラッソは2014年7月8日にブラジルベロオリゾンテのエスタジオゴベルナドール、マガランイスピントで行われた FIFA ワールドカップブラジル大会の準決勝、ブラジル対ドイツの試合でブラジルがドイツに 1-7 の惨敗を喫したことを指す通称である。ミネーラッソの呼び名はブラジル初の母国開催となった 1950FIFA ワールドカップ決勝トーナメントでウルグアイに敗れ優勝を逃したマラカナンの悲劇にちなむ。ブラジル開催の FIFA ワールドカップは1950年大会以来2回目でブラジル代表はこれまでに5回の優勝を飾っている。ドイツ代表は西ドイツ時代に3回優勝しているが東西統一後は24年間優勝していない。ブラジルが準決勝に進むのは2002年大会以来のことで、その時はドイツを破り優勝を果たした。他方、ドイツは大会新記録となる4大会連続の準決勝進出であった。それぞれの準決勝までの道のりを見ると、ブラジルはクロアチア、メキシコ、カメルーンと同組のグループ A に入り、2勝1分けの1位で突破を決めた。決勝トーナメントは1回戦のチリに PK 戦の末に勝利し、準々決勝ではコロンビアに 2-1 で勝利した。ドイツはポルトガル、ガーナ、アメリカと同組のグループ G に入り、同じく2勝1分けの1位で突破を決めた。決勝トーナメントは1回戦のアルジェリアと対戦して、延長戦の末に 2-1 で勝利し、準々決勝ではフランスに 1-0 で勝利した。ブラジル、ドイツの両チームはこれまでに21回対戦していたが、ワールドカップでの対戦は史上2回目で2002年大会決勝以来のことで、その時はロナウドの2得点でブラジルが勝利している。ブラジルのキャプテンのチアゴ・シウバがコロンビア戦でイエローカードをもらい、ドイツ戦は累積警告のため出場停止となった。これに対し、ブラジルサッカー連盟が処分を取り消す、要国際サッカー連盟に求めたが、変更はなかった。また、エースのネイマールも、同じコロンビア戦で脊椎を骨折し残り試合の出場は不可能となった。ダンテとベルナルジがそれぞれチアゴ・シウバとネイマールの代わりに先発出場し、ルイス・グスタボンが累積警告による出場停止から復帰した。一方、ドイツは準々決勝からのメンバー変更はなかった。ブラジルの GK ジュリオ・セザールとチアゴ・シウバに代わりキャプテンを務めるダビド・ルイスがブラジルの国歌斉唱の際にネイマールのユニフォームを掲げネイマールに声援を送った。ミロスラフ・クローゼと競り合うダビド・ルイス。両チームとも攻撃的にスタートした。ブラジルのマルセロが3分にオープニングシュートを打ち、ドイツのサミケ・ディラも7分にシュートを打つが、これは味方に当たってしまった。試合が動いたのは11分、ドイツの初めてのコーナーキックからだった。トーマス・ミュラーがペナルティエリア内でダビド・ルイスのマークを外し、トニ・クロースが蹴ったボールに合わせてゴールネットを揺らした。ダビド・ルイスもミュラーへのマークを外さないと追うが、ミロスラフ・クローゼとそのマークに当たっていたフェルナンジーニョに行く手を阻まれ、ミュラーにフリーの形でゴールを許すことになった。ブラジルもすぐに反撃に出たが、得点は奪えなかった。23分、ドイツが追加点を挙げた。右サイドに張っていたミューラーから中央にいたトニ・クロースへのグラウンダーのパスをフェルナンジーニョがインターセプトを試みるが失敗し、クロースがフリーの状態で右サイドからペナルティエリア内に走り込んでいたミューラーへとパス。ミューラーはミロスラフ・クローゼにワンタッチパス。クローゼが打ったシュートはジュリオ・セザールに防がれるが、跳ね返りを再び蹴り込んだ。クローゼはこのゴールで、ワールドカップ通算得点を16とし、15得点で、並んでいた、ロナウドの記録を抜いて単独1位に躍り出た。クローゼのゴールを皮切りに、ドイツが一気に攻勢に出た。24分、メスとエジルがオーバーラップしていた、フィリップ・ラームへ、スルーパス。ドイツの右サイドバックであるラームは、対人するブラジルの左 SB、マルセロの軽い守備を剥がすグラウンダーのクロスを中央へと送る。中央で待ち構えていたミューラーは、フェルナンジーニョのマークを意識し、スルー、中央やや左の位置でノーマークのクロースがボレーで合わせてゴールを決め3から0とする。直後の26分にはダンテからのパスを受けたフェルナンジーニョがあっさりクロースにボールを奪われ、ケディラとのワンツーパスでディフェンスを崩しゴール。さらに29分、今度はケディラがメスとエジルとのパス交換からマークについていたマイコンとダンテを翻弄し、ゴールを決め、5から0とする。ドイツの5ゴールは前半、それも試合開始から30分で挙げたもので、うち4ゴールが6分間で決められた。一方、ブラジルが前半に放った枠内シュートはゼロである。会場に詰めかけた多くのブラジルサポーターは、前半だけで5点ものビハインドを負ったことにショックを受け、涙を流す者もいた。前半45分終了のホイッスルが鳴ると、スタジアムはブラジルサポーターのブーイングに包まれた。フレジとマッチアップするジェローム・ボアテング。後半開始早々、ブラジルはフェルナンジーニョに変えて、パウリーニョ、フッキに変えて、ラミレスを投入して、反撃に出た。序盤、オスカル、パウリーニョ、フレッジがシュートを放つが、いずれも、マヌエル・ノヤーがセーブした。後半開始から攻勢に出た、ブラジルだったが、先に得点を奪ったのはドイツだった。69分、途中出場のアンドレ・シュールレが、ラームからのクロスに合わせ、この試合6点目のゴール。さらに79分、今度はミュラーからのクロスに再び、シュールレが合わせて、得点を挙げた。この時点で、スコアは0から7。ブラジルサポーターはドイツにスタンディングオベーションを送り、シュールレのゴールに拍手喝采し、ドイツのパスに声援を送り始めた。ブラジルは、試合終了間際の90分に、オスカルが1点を返して1から7としたが、もはや焼け石に水となった。この試合でブラジルは最大差敗戦記録に並び、ホームでの無敗記録も62でストップした。ブラジルの選手は大ブーイングを浴び、涙を流しながらピッチを後にした。なお、この試合のマン・オブ・ザ・マッチには、前半だけで2得点1アシストの活躍を見せたクロースが選出された。チーム 1V、チーム2ゴールを祝福するドイツの選手たち。ミロスラフ・クローゼのゴールを祝福するチームメイト。クローゼは、この得点で、歴代最多得点保持者となった。ドイツでは、ZDF が放送したこの試合の視聴者数は3257万人、視聴率は 87.8% に達し2010、FIFA ワールドカップのドイツ対スペインの試合を抜いて、同国の最高視聴率を記録した。対照的に、ブラジルのヘジグローボの視聴者はドイツがゴールを決めるたびに減っていった。この試合はツイッター上でも話題になり3560万ツイート以上を記録し第48回スーパーボウルの2490万ツイートを抜いてスポーツ関連のツイート数として歴代最多となった。ブラジル大統領のジルマルセフもツイッターで全国民のように敗北に深く悲しんでいるとツイートした。母国開催での優勝への期待と、その後の敗北のショックから、メディアや FIFA はこの試合を母国開催だった1950年大会で、ウルグアイに敗れ、優勝を逃したマラカナンの悲劇になぞらえて、ミネイラゾと呼んだ。試合後、ドイツのサポーターは警備員による厳重警護のもと、スタジアムを後にした。リオデジャネイロでは、多数の略奪行為が行われた。サンパウロでは、市民がブラジルの国旗やバスを燃やし、家電量販店を略奪した。ブラジルの新聞は、この試合を史上最大の恥、歴史的屈辱、ブラジルは殺された、といった見出しで結果を酷評した。一方で、ドイツのビルト紙は、稲妻のドイツ代表が7-1の狂気をもたらしたと報じ、フランスのレキップ紙は簡潔に、大惨事と表現した。イギリスのスカイスポーツのマシュー・スタンジャー記者は最大の困惑と書き、アメリカの ESPN のミゲル・デラニーはこの試合をミネイラゾと呼んだ。イギリスのガーディアン紙のバーニー・ローネは今までで最も屈辱的なワールドカップ開催国と書き、イギリスのインデペンデント紙のジョー・キャラハンはブラジルサッカー史上最も暗い夜と書いた。ザ・ローリング・ストーンズのミック・ジャガーは FIFA ワールドカップでミックが応援したチームは負けるとのジンクスがあり、2010年、南アフリカ大会ではミックが応援した母国のイングランドをはじめ、アメリカ、ブラジルが相次いで負けていた。2014年ブラジル大会でもザ・ローリング・ストーンズの公演で勝つだろうと口にしたポルトガルやイタリアがグループリーグで敗退し、さらには試合当日に自身のツイッターに応援メッセージを残したイングランドも敗れ、スタジアムで観戦しなくてもミックがコメントしただけで負けるとまで言われるようになっていた。この準決勝でミックはブラジル出身の妻、息子と共に観戦したが、その際にはジンクスを気にしてか、ブラジルのシャツを着ずにイングランドチームのキャップを被っており、ジンクスを危惧したブラジルサポーターはスタジアムに、ミックの写真パネルにゴージャーマニーと吹き出しがついた厄除けのパネルを持ち込むことまでしていた。しかし、結果はブラジルの大敗に終わったためブラジルのテレビ局は、ミックが観戦すると応援したチームは必ず敗北するという最大の悪運のジンクスがあると紹介した上で、今回のブラジルの大敗もまたそのジンクスの犠牲となったと報じた。これに対しミックは、イギリスのザ・サンのインタビューに、ドイツの1点目は僕のせいでもいい、あとは知らないよと答えている。ブラジルは7月12日の3位決定戦で、オランダに0-3で敗れた。ブラジルはこれで、トータル14失点となり、ブラジル及びワールドカップ開催国史上最多、歴代でもベスト4に進出した国の中では1986、FIFA ワールドカップでのベルギーの15失点に次いで、ワースト2位の記録を残すこととなった。一方のドイツは、7月13日の決勝で、アルゼンチンに1-0で勝利し、通算4回目、東西ドイツ統一後初となる優勝を飾った。ドイツはまた同時に、初めて南米で開催されたワールドカップで優勝した欧州チームとなった。ブラジルがホームで連敗したのは1940年以来のことで敗北を受けてルイス・フェリペ・スコラーリ監督は7月15日に辞任した。1週間後、ブラジルサッカー連盟は2010年まで代表を率いていたドゥンガの監督就任を発表した。次に、ロシア連邦で開催された 2018FIFA ワールドカップでは、ブラジルは準々決勝まで進出したが、ドイツはグループリーグでメキシコと韓国に、それぞれ0-1、0-2で敗れ敗退した。ありがとうございます。